むしやらイングランド選んでくれればよかったのになぁ。まいどまいベン・メイブリーです。ユーロ2024年、寝不足の日々が始まりましたね。皆さん、あの後眠れまししたでしょうか。 開幕戦が開催国ドイツ対もう一つのイギリス勢スコットランドの対戦となりましたけれどもなんとドイツが5対1の対象を挙げましたね。ユーロ本大会史上で最も点差のついた開幕戦となったのですけれどもスコットランドにとっては最悪のスタートとなりました。なんといってもドイツの中盤のエースクローセア。 ムスヤラ、ウィルツになかなかうまく寄せられなくて、ウィルツ、ムスヤラに、えーまあ、10分と19分に、えー、失点を期してしまって、その後なかなかうまくいかないスコットランドとなってしまったんですね。特にスコットランド最終ラインと、えー、中盤の間のスペースが何度も何度も攻められて、ドイツに一気に勢いがつきました。どうやらドイツ国内でまたそこまで 大会に向けての盛り上がりがそこまでじゃなかったらしいですけれども、開幕戦でこんな試合になったので、もう一気に2006年のワールドカップみたいに国内、ドイツ国内の雰囲気がすごく良くなるかなと思います。これで大会全体が盛り上がるのですけれども、まあ、スコットランドにとっては厳しい結果となりました。トリークロースがね、この大会を終えて現役引退することになっているのですけれども、 彼は大見事でしたね。この試合、えー、試みた102本のパスの中でですね、101本も成功しましても、1個しか、えー、ボール失わな,なかったんですけども、本当にすごかった。しかもね、えー、途中で交代させられたので、それまで101本パス成功する、を記録するなんて、 クローズらしくて、もう一回ね、このユーロの再会で見れて、本当に本当にすごいことだなと思います。まあ、イギリスから見たらスコットランドの立ち位置について、後でちょっとお話ししたいと思いますけども、まず、現地新聞に注目していきましょう。まず、まあ、イギリス全国紙の、えー、テレグラフスポーツ欄一面がスコットランドを取り上げているんですけども、スコットランドホラーショー、ホラーショーですね、ホラー映画みたいなことですけども、 スコットランド代表にとってドイツ戦がホラーショーみたいな展開となってしまいました。中でですね、えー、ポルテイオス、センターバックのポルテイオスが X-rated タックルで、もうちょっとね、えーえー、ちょっとひどい、えー、タックルでレッドカードもらって、 てしまったという写真と文字にもなっているんですけども、まあ試合後にですね、元スコットランド代表選手のグレイアム・スーネスがイギリスの ITV というテレビ局の中継ゲストで登場していたんですけども、まあポルティアスがチャンピオンシップワットフォードの選手。 ギュンドヤン、そのファウルを受けたギュンドヤンが元マンチェスタシティで今バルサという世界的なビーククラブでプレイする選手なので、もうそれで両チームのレベルが最初からちょっとはっきりしていたね。その差がはっきりしていたという話もしました。続きまして、デイリーメイドですけども、ちょっと言葉遊びもあります。from bad to w e t s ですね。え、もともとの英語の表現として from bad to worse もう悪いからもっと 悪いへと展開してしまうということですけどもこの試合ではウィルツがスコットランドの傷にさらにね、さらにさらに痛い,痛いものとしました続きまして I という新聞のスポーツ欄ですけどもまたスコットランドを取り上げてナイトメアスタート悪夢のような始まりだっていう見出しですけども愛は実はニュース欄一面でもスコットランドの話になっていますまあ、大きく取り上げているのが総選挙のことですけども 上にまた言葉遊びですね。Vets possible start.Vets、まあ、は英語の w r s t にちょっと聞こえるので、えー、w r s t possible start ということで、まあ、最悪のスタートとなった。だけどまだスコットランドにとってノックアウト決勝ラウンドに、えー、勝ち進む可能性はまだまだありますというふうに、えー、言っています。スコットランドはですね、ユーロワールドカップ本大会合わせてこれ12度目の え、本大会出場になるんですけども、これまで11回の本大会出場では、一度もグループステージを突破したことがないですね。で、その歴史を持ってて、イングランドからしたらちょっといじられることもあるんですけども、今は確かに24チームだし、周囲2位だけじゃなくて3位チームにも、 突破するチャンスがあるので、まだまだ可能性が十分にあるかなと思います。しかも、特殊点差この試合結構厳しいことになったのですけれども、 勝ち点が並んだ場合、特殊点差じゃなくて、その勝ち点並んだもう一つのチームとの対戦成績が、えー、優先されるので、まあ、必ずしもこの、えー、4点差で負けてしまったことが最終順位に影響しないかもしれません。まあ、スコットランドまだ望みがあるかなと思いますけれども、 イングランドだけの新聞は特にしない、えー、存在しないんですけども、スコットランドだけの新聞はあります。デイリーレコード、ニュースラン一面の、えー、見出しと写真ですけども、Things can only get better. もうこれから良くなるしかない。もうこれが最悪だからこれから良くなるしかない。という見出ししてるんですけども、少し私が思うにはダブルミーニングもあります。Things can only get better という曲もあります。えー 90, ですね、90年代、Dream というアーティストがリリースした曲ですけれども、97年に労働党が総選挙で久しぶりに勝ったときに、それは勝利の歌のになりました。もう今、 英国内が総選挙のことで騒がれている中で、労働党がま,またすごく久しぶりに、えー、勝つ見込みになっているので、その曲がちょっと話題になったりもします。それなので、その言葉を借りて、スコットランド代表のサッカーチームにとっても、Things can only get better という見出しにしているのではないかなと思われます。まあ、イギリス全国市なんで、イギリスの中でイングランド人の方が人口が圧倒的 に多いといいととうのののももあるのでインングランドのことも取り上げられていますタブロイドのデイリーミラースポーツ欄1面を見てみると、えー、スコットランドが右側にあります。ハマッ That's got to hurt! ってそれもまた言葉遊びですね。えー、That's got to hurt!got!got! の got! が、えっ、ー、と、それは痛いだろうなという意味になるんですけども、ちょっと、えー、スペルを いじって、that's Scott, スコットランドのスコットにしている。だけど、それよりも大きく取り上げられているのは、イングランドのことで、えー、ジョン・ストーンズがメディアに向けて話した中で、 Now you're gonna believe us という見出しにしています。もう、えー、イングランド国民、ぜひぜひ信じてください。私たちが優勝できますよという話ですね。えー、続きましてもう一つ、えー、スターですね。えー、デイリースターのスポーツラン1番が believe、まあ、同じようなことですね。えー、ジョン・ストーンズが、えー、信じてくれと言っているのですけども、また、えー、左側にスコットランド、えー、まあ、ポルテイオスのレッドカードの写真もあるんですけども、その下に おシャワー、oh, of Scotland というまた言葉遊びですね。シャワーはまあシャワーですけども、えー、彼らはシャワーだろうねみたいな表現その言い方もします,す、ね。それもめちゃくちゃな。 練習だな、めちゃくちゃの集まりだな、なんかあんまり強くないということですね。で、えー、スコットランド、まあ、民間の曲、有名な曲、スコットランド代表のサポーターがスタジアム内でも、まあ、4点ビハインドになってても歌っていた、見事に、えー、綺麗に歌ってた曲があるんですけども、スコットランドの花ですね、Flower of Scotland。で、Flower, Shower, インを踏んでて、ちょっと言葉遊びで、シャワーオフスコットンで、デイリースターがちょっとまあ厳しい話にしています。まあ、そういう風に、現地新聞が取り上げているのですけども、私はご存知のように、イングランド人ですね、イギリス人ですけども、 イギリスの中に4つの構成国がありまして、それぞれのサッカー代表チームがあるというのが、まあ、歴史的な理由があります。それ別の動画で、えー、たっぷりと説明したこともありますけれども、えー、イングランド人がスコットランド代表のことをどう見るかは、私は昨日上げた動画に確かにイングランド代表のユニフォーム着てまして、スコットランド代表のユニフォームをさすがに買おうと思いませんけども、買って欲しかった。頑張ってほしい。 とは思っています今日着てる紺色のシャツもスコットランドを意識した色ですよ、えー、私はもうスコットランド代表これまでねグループステージ突破したことがないその歴史を見て今年こそぜひぜひ勝ち上がってほしいなと思います次の試合対戦相手がちなみにスイスですけれどもスイスにですねえー、ユーロ96年グループステージ最終戦でスコットランドがスイス相手にて 立ちました。だけど、その時、特殊点差で、結局、グループステージ突破することにはならなかったんですね。で、ユーロ、ワールドカップ、本大会合わせて、最後にスコットランドが勝利を挙げたのが、あの時のスイス戦で、もしかしてそれで縁があって今、今年のスイス戦でも勝てるのかもしれませんけども、昔確かに、 イングランド、スコットランドが毎年必ず1872年から1989年まで必ず戦時中の時を除いて毎年試合をやっていました。で、ライバル関係がもう双方的に結構強かったですが、 あれから頻繁に対戦することがなくなって、それからスコットランドがあんまり本大会に出場することもなくなってしまったので、イングランド目線からするとあんまりスコットランドをライバル意識しなくなったのかもしれません。それなので、イングランド人としてスコットランドが本大会出ている時にと頑張ってほしいなという思いになりやすいかもしれませんが、ちょっと都合のいい話でもあります。 例えば前回のユーロ同じグループステージで戦ったんですけども、スコットランドだけに負けたくないと、イングランド人の私もめちゃくちゃ思っていました。もう理想としてイングランドが周囲通過でスコットランド2位通過だったのですけども、絶対絶対絶対スコットランドだけには負けたくないっていうのもありました。今回は同じグループに入っていないんですけども、 例えば、これ、スコットランドじゃなくて、ウェールズの方だったんですけども、ユーロ2016年のように、イングランドが早めに、あの時、ラウンド16で敗退してしまった一方で、ウェールズ、同じイギリスのより小国であるウェールズが、準決勝まで見事勝ち上がったのが、イングランド人にとって、とっても都合が悪かったんですね。だから、もうすごく都合いい話で、 こちらの方が強い、こちらの方がいい成績を残す前提で頑張ってほしいと思っているイングランド人が多いかなと思います。今回のスコットランド代表についてもですね。だからまあ、私はスコットランドぜひぜひ突破してほしいなと思いますけれども、これから英国内ではもうどんどんイングランド代表にまあフォーカスが移りますね。初戦が日曜日、 の夜現地時,時間日曜日の夜、日本時間月曜日の朝、相手がセルビアですね、まあ、難しい試合になるかなと思いますけれども、ジョン・ストーンズが言っているように信じたいと思います。ベン・メイブリーでししたたどううもありがとうございました